突如別世界から迷い込んだという足神と理事長、そして里見義隆が現れる。ウコンとフロイスに倒されている生命、そこに現れる鶴姫と滝夜叉。生命を救うべく奮闘する鶴姫と滝夜叉であったが、名古屋三三郎が援軍に現れ、生命はさらわれてしまう。五芒星軍と魔界水軍の前に現れる里見義隆と足神。里見義隆は五芒星軍と魔界水軍の連合に力を貸すというが、里見義隆の強さを試すため戦うことを提案する藤原の住友。特殊な戦い方をする里見義隆たちは住友たちを圧倒し、戦いは終わる。霧隠れ斎蔵、馬頭、対真田大輔、猿飛佐助の戦闘中、ヒロエンマが馬頭をかばい切られる。大輔は自身の霊力を上げるため、ヒロエンマの血を吸い、佐助と共に去っていく。黒魔術軍に囚われた阿部の生命を救うため、ジライア、前田刑事、越智康成が黒魔術軍を攻める。五芒星軍と魔界水軍の面々が次々と倒されていき、大輔が康成の首をはねようとしたとき、夕顔とともに新しい姿となった鶴姫が現れる。覚醒した鶴姫は黒魔術軍を一人で圧倒していく。さらに足神と里見義隆が現れ、里見義隆を加えた五芒星軍と魔界水軍の連合軍、黒魔術軍の戦いが始まる。最後は生命がウコンを倒し、安成が大輔を倒したところで浅木が現れ、黒魔術軍は撤退していくのであった。